こんにちは、荒獅子男之助です。先日国立演芸場に行ってきました。老朽化で建て替えになっちゃうんですね。私にとっては初めての寄席だったので、ちょっと複雑ですね。その時の、動画も作りましたんで、よかったらこの後にでも見てください。今日は五代目円楽師匠の野ざらしです。話し家にもこの好きな話嫌いな話なんてのあります。私がこれからやる野ざらしは、私はもう大好きな話で、自分でやってて楽しい点で、だまあ何よりもその、いいもんですね。しかし世の中にはお好き好きってんで、召し上がる食べ物なんかにしても人によってこうお好みは違ってまいります。これは当たり前のことなんですが、そっちは何がいい？私ナッパ鳥みたいだね。もうナッパ食いてんだ、無性に食いてもなしょうがない。そっちは何がいい？俺は誰が何つっても麺類だね。いや誰も何とも言ってはしないよ。麺類ったって麺類の中にはいろいろ種類があるんだよ。何が好き？もちろんソフトクリーム。知らねえんだよ、この野郎。情けねえやつだね、あいつは。おう！そっちは何がいい？俺は天ぷら！汚いんだよ、お前は。プラーって言うとね、椿が跳ね返るんだよ。天竺だりじゃねえんだから。椿の跳ねからねえように願いてえな。椿の跳ねからねえように。じゃあ天ぷら、盛るようだね。おう、たっちゃん、お前さん何が好き？俺はじゃあちょいとしてもね、中トロ刺身、口の中へパーンと放り込みてえね。やい！やっぱりあなたは江戸っ子だな。刺身なんてものは酒に良くておまんまにいいんだ。するてえと目からパラパラっと涙が出るほどわさび引かして、ジャムつけてる。好きなんですからしょうがない。中にはバターをごま油で揚げてみたいなんて世の中で変なこと考える人はいるもん。せんだって実験したら溶けたって当たり前な話。召し上がるものは変わってまいります。お道楽も違ってきますんで。道楽てえとちょっと変に聞こえますが、趣味なんてえとよろしいもんで。私は競輪が趣味でね、なんてえと、なんとなく高尚に聞こえます。これは言葉のあやで。釣りなんてものも結構なもんですね。釣れますか、謎と愚かが二人より、釣りしてるバカな奴だと言うけれど、見ている奴はその上のバカなってんの。今日はバカの横綱別家だね。どこで？中川で。てめえがいいんだよ、釣ってる奴はね。だけどそのいつ釣れるか釣れねえかわからねえ釣りようだよ。昼頃から夕方まで、5時間ばかり。自転車止めてボーッと見てる奴がいたけどね、バカな横綱だね、あいつは。嘘つきやねえ。そんな奴は今時世話しない世の中にいるかい？いるん、嘘で、嘘じゃないよ。嘘でねえ証拠にはね、その見ている奴を鼻からしまいまで、私が見てたんだから。上には上があるもん。どなたに限らず、人の行かないところで魚をたくさん釣り上げる。これが釣り師の自慢の一つ。出かけましょう。今日あんまりね、人の行かないところへあなたを連れてってね、ね、だい。あなた、坊主で会社しない。大丈夫、私に任せておいて。あなたね、ここで竿を襲ってますが、あんまり人の釣った跡もありませんよ。釣った跡なんて、そんなね、素人みたいなこと言っちゃいけない。座てんだよ。ね？座のないところは釣り人が来てない。従って魚が飢えてる、担えてる。ね？餌を与えてないから、魚が飢えてますから、パクリ入れるとパクリっと来るよ。入れパクだよ。大丈夫だよ。私に任せて、なんてんで、餌つけて、ポーンと放り込む。土地の方が通りがかり。お楽しみですね。ありがとうございます。釣れますか？さっきからやってるんですかね。ひくっと動かないんですよ。そうでしょうね。ここはゆんべの雨で水が溜まったんですから。釣れるわけがない。水見りゃ竿を下ろしちゃおうって危ない釣りがあるもん。土曜の暑い背中、大きな荷物を背負いながら、釣ってる人の後ろへ回ってご見物、もっとも釣りばかりは後ろへ回って見物で。あんまり釣りを前へ回って飛び込んで見てる方はありません。黙って見てりゃいいんですが、浮きが動くと一緒に首を動かしてらっしゃる方がある。やってますね。大将、青い方の浮きが、ちょんちょん、スー。大将、グッと引いた時にちょっと合わせなくちゃいけないんだよ。あなた下手だね、合わせが下手だね。合わせも一重もないよ、あなた。私が釣ってんだよ。黙って見てらっしゃい。黙って見てらっしゃいったって。見てれば私もかかり合いだもん。釣らしてやりたいじゃない、あなたに。下手だね、と。ああ、うるさいね、この人。黙ってらっしゃい。今、魚が寄ってきたとこなんだ。寄ってきたとこって、あなた。ちょいとあげなさいよ、ちょいと。ねえ、私急ぐんだから、急ぐんならどんどん行っちまえ。
およおよおよ、うるさいな、さっぱらから。とうどんどんのおたたきになるのは五輪家の八ちゃんのようだ。そうだよ、開けてくれ。わかったよ、今開けるからお待ちなさいってんだ。そう、どかどか、どか、なんだって私の頭ぶつんだよ。今ね、どんどんどう叩いてるとこ、おまんがガラッと開けたから手がすっぽかしくて、ボーンっていっちゃった。とにしちゃやにやらけえと思ってね。でも別に痛かねえやな。それは私が言うんだ。朝っぱらからお前さん何事だ。何事も借り物もねえ。先生、黙ってお金ちょうだい。変な人だね。言われのないお宝は一文たりともあげられない。言われがねえ。おう、じゃあ言われ因縁こじらえでき、物語って聞かせようじゃねえか。ゆんべの女一体どっから連れてきて。ゆうべの女、八っつぁん私は一人者、夫人はそばへも寄せつけない聖人のような暮らし。お前夢でも見たな。夢だ。お、先生、夢でね、証拠見せようじゃねえか。壁の穴見つくれ。足が開けたんだ。ゆうべこっちはゴロッと横になって見たようなものの寝つからない。真夜中自分、ひそ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 男と女の話を得。はて、この長屋に女を引っ張り込むような、そんな粋な野郎はどこのどなただろうってんで、商売物の伸びで声を頼りにガリ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 穴開けて、ひょいっと覗くと先生、あなただ。いい女だね。年の頃なら16、8だね、先生。お前はなぜそう物を半端に言うんだ。それを言うなら17、8年だ。16、8じゃ7が抜けてる。7は先月流した。何の話をしてんの。覗いて驚いた先生、あなた。ね、あんないい女。わしは女はそばへも寄せつけないってなこと言って、あんなうめえことやってやる。どっから連れてきたよ。さては、八っつぁん、ゆうべの夫人をご老じた、ご老じすぎちゃったよ。どうしたんだよ。ご覧とあらば仕方がない話をするが、ゆうべのことを話すと少し階段じみてる。やめてくれ先生、階段ってのは綺麗なんだ。あっしはね、怖い話聞くと夜中はばかり一人で行けなくなっちゃうんだよ。へっ、実は八っつぁん、こういうわけ。おや、そういうわけで、何にも言ってやしないよ、まだ私は。お前も知っての通り、わしは釣り好き。昨日も向こう島へと行ったが、マビというのが雑魚一匹かからない。こういう日は天が殺生をしてはならんという戒めか。何にしても帰り支度と釣り竿に糸を巻きつけている日は早聖山に傾く。金龍山浅草寺で打ち出す鐘が、陰にこもって物寂しく、ボーン。となるとね、もうちょっと陽気にやっつくんねえから、陽気に。え？よもの山々雪溶けて水かさまさる大川の、あげしお南でざぶりざぶりと岸辺を笑う波の音。風もないのに片へのよしがガサガサ、ガサガサ。途端に泣くから。パッと出た、出た、これは。お前今、ポーンと跳ねたね、そう。下が濡れてるよ。いくらか漏らして。汚ねえな、お前は。飛んで執行すりゃセミだね、まるで、お前は。何が出た、先生。カラスが一羽だ。何が言ってやる。カラスなら早くそいつくれ。え？途端にパッとてえから飛んだ怖えものが出たらカラスなんざ恐ろしかねえ。無論怖くはない。しかしねぐらへ帰るカラスにしては少し時刻がおかしいと、よしをかき分けてみると生々しい人骨のざらしだ。はい。のざらしだよ。なんだよ。なんだって。ドクロだよ。カラカサの壊れたの。それはロクロだよ。バカだね。人間の骨シャリコーベ。へっ。シャリコーベ。誰の、どこのどなたか知らないが、家具の絵、かばねをさらしておるは不憫なもの。うまくはないが、たぶけの一句、脳を肥やす。骨に片身のすすきから、少女失滅映写上離頓症五代。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と三遍のエコー。腰に下げた含めの酒を骨にかけると気のせいか。ほーっと赤みをさしたようだ。はぁ、よい苦毒をしたなと、家へ帰ってきたが、どうしても寝つかれない真夜中時分。またまた金龍山浅草寺で打ち出す鐘が、ポーン。戸を叩く音、ごめんくださいましという女の声。はて、この夜更けにどなたでございます、通ってみると、かすかな声で向こう島から参りました。はて、向こう島に親戚知人はなし。さては昼間栄光してやったのが帰って害となり、懲り妖怪の類たぶらかしに参ったが、腕にとしゃ取らせんつもり、将棋隊生き残り、尾形清十郎。ひらり立ち上がる。投げ尻かけた天狗のカツラがの槍をこあきに、つかつかつか！ちょっと待ってくれ、先生。黙って聞いてる話が大げさすぎやしねえかい、おい。おまんのうちはつかつかだと言うけど、広くねえんだよ。六畳一間だよ。つかってとぐらい抜けちゃってんのよ。つか抜けてんのよ。口が悪いね、お前さんは。大地天狗のカツラがの槍なんてのは見たことねえが、どうしたい。それはないから、ほうきを買え。なんだらしがねえな。お前さん、ほうきまたぐと飛んでっちゃうぞ、ほんとに。がらり戸を開ける。乱菊や狐にも背をこの姿。
夕べの夫人が音もなく、スーッと入ってきて、実は私は、向こう島に屍をさらしておりましたが、あなたの昼間のエコーによって浮かぶことができました。そのお礼に参りましたというわけで、足腰を揉んでもらい世間話をしていたところをお前さんご覧のようだが、夕べの夫人はこの世の人ではない。へっ、ゆうちゃんか。いい女だね先生、あんたずるいね、釣りに行く、釣りに行くっつってあんな女引っ掛けつきやがって、しきしのめ、詰めるぞ俺、あったり。ずるいな、あしもこれから釣りに行くよ。お前さん釣りは嫌いだそうで、いや今日から好きになっちゃったよ。コツ釣ってくるよ、俺もコツをよ。だからなんとか言った句教えてくれよ。タヌキの句。タヌキの句じゃない、タムケの句だ。脳を肥やす、骨に片身のすすきから少女失滅へ社長。いやそれだ、そのこと一重に合わせ物、浴衣の古いなぬか袋なっちゃってね。お前何言ってるかよくわからない。わからないったって、お前にわかんなくたっていいんだ、俺にわかるやな。この釣り竿を借りてくよ。あ、それはね、私の大事にしている竿、それを作る竿師がいない、頼むからこの竿に。いやいやいや、この竿を借りてくよってんで、やっこさん無理やりに釣り竿を借り込む二重と向こう島へ。何を言ってやんだよ、えベラモンめ、ふざけた女ね。歳はとっても浮気はやまぬ。やまぬはずだよ。先がないなんてどの位置があるけどね。先がねえから浮気をしてんのか、うまくやってやんね。買ってちゃんと酒も買ってあるしね。え？酒へコツにかけてね。うん。ああ。あれ？はあ、年寄りが釣り人だね。今年は年寄りが色気づきやがったかね。おーい！お前さん方何釣ってんだい？新蔵か豊島か？おんばなんか小森子か？おい！何のコツで？ひょいと中村さん、土手で呼ぶ声聞こえるか、ご覧なさい。え、なんだい、コツコツつって目が血走ってますよ。女のことばかり言ってんの。あれ、夕べ女房に逃げられたんでね。ああいうのは逆らっちゃいけない。私らね、船釣ってますよ。あよ、船だ、船釣る釣られやねえぞ、てめえたちは。首でも釣れなんやだよ、首釣れっつってるよ。気持ち悪いよ、場所開けといてやりましょう。食いつかれって嫌だから。はい、ってやんね。地獄民のハッツさんは知らねえな。食いつかれっていけねえから、てめえちみたいな恋だね。やつ食いつくもんか、ベラもめ。こっちだって綺麗、汚ねえの見分けぐらいは使え。なあ、うん。あたしゃー、としまがえ、好きなのさー、ときあったらこれあっと、どうで。おい、変なやつが来たね、おい。釣りじゃないよ。まるで風呂へ入ってるようだ、俺。変な人だね。え？だって餌つけないんですよ。あた、失礼ですけどね。私の餌ばっかしますからね、餌をつけなさい。餌をつけなきゃ魚は釣れっこはございませんよ。なよ？釣れっこはございません。釣れっこもまあまっこもあるかよ。こっちはそんなケチなもの釣りに来たんじゃないんだ。コツを釣りに来たんだ、コツを。俺はこうしてるうちに金がボーン。よしがガサガサ。カラスクなパーッとね、俺の女、金がボンとなりゃさ、あげしおみなみさ、カラスが飛び出しゃこりゃさのさ、コツがあるとさいさいさいちゃ、ラチャチャラカチャチャ、ラチャチャラカチャチャ。おい、かき回されちゃったよ、おい。あんたダメだよ、ザオでかき回しちゃ。俺かき回してやしねえじゃねえか。ただ竿で調子取ってるだけだ、俺は。かき回せえな、子がやんだよ。かき回されちゃったよ。ダメだ、釣れねえや。面白いから、この城のありさま見てようじゃねえか、みんなで。何を言ってや。何でもいいから出てきてくれや。なあ、うん。ゆんべ先生とか来たことは、ちょっと年が若すぎるよ。俺んとこへ来るんだったら、27八、30でこぼこ。豊島がいいね。あとばからんが吐いてやっつくるよ。カラコロ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 。この辺から声出して。こんばんはこんばん気持ち悪いんだよ、俺は。おい、変な人来ちゃったよ、おい。お、小塚よく来たな。上がっとくれ。あら、上がってもいいけれど。お前さんのそばに角の生える人が出てくんじゃないの。バカ言え。俺は一人もんで上がっつくれ。そう、じゃあ私遠慮なく上がっちゃうわ。スッスッと来て、コツが私の脇へぺったり。おい、水たまりへ座っちゃったよ、ぺったり。おい。小塚よく来たな。俺とお前とは夫婦だよ。様子がいいよ。その口で散々女を騙してんだろ。本当にその口やりくらしい、その口が。その口つねるよ、私はつねるよ。いてててててて。何すんだよ。やるならてめえ一人でやってろよ。人のおっぺたつねんなよ。焼くねえ。焼きゃいじねえよ。コツや、おめえと俺とは夫婦だよ。
様子がいいよ。私嘘か本当は脇の下くすぐらいよ。ダメ。俺脇の下くすぐらいとダメなんだよ。なことやつにくすぐらして。ダメだよ。チカチカってやめて。チカチカってやめて。チカ。あいだ。下がっちゃった。おい、ごらん。あの人逆らつらずに鼻つっちゃったやつね。どうしました大将、腹をこっつくれなんて頼まねえや。はい、おおって言ってて腹から血が出てきゃバカバカしい鼻血なんてな、こんなことつりゃあんなにこんな無駄なものはいらねえんだ。さあ、大変針取っちゃった、あの人。おい、なんでもいいよ、出てきてくれ、言ってんだな。そのまたこつにとさ、酒をばかけりゃさ、こつがべべきてこりゃさ、どうさんと、わあ、どうぞ。みんな蜘蛛の子散らせ逃げていきやがった。バカ野郎、ざまみやれ。お、あの野郎、弁当箱忘れていきやがったね。バカだね、弁当ぐらい持っていけや。俺が竿を振りましたぐらいで驚いて。お、なんだよ、豆腐と油揚げが減ってやる。豆腐の方から来やがったんだね。油揚げのね、うち敬老店だな。けっちんやった。この油揚げちょいといただいちゃおう。うん。うん、うめえ。よっ、出た鳥だ。だけどカラスじゃねえよ。ムクドリだよ。ああ、カラス風邪ひきやがったね。で、ムクちゃんお前が代わりに行ってくれってんでね、ムクドリが代わりに来やがったね。うん、そうなると何でもいいんだよな。鳥サイズではそういうところにはコツがあるんだ。よしをかき分けて、おコツはどこに。あった！あるにあったが、たくさんあるね、コツが。コツだらけじゃないか。こうなると迷うね、おい。え？あんまり小さいコツでかけちゃってね、おじちゃんなんて嫌だよ。え？うん。どの辺がいいかな、おい。お、ここらいいじゃねえ。うん。あ、な、コツや、よく聞いてくれ。先生のかけたら飲み上がりだ。俺らね、口つけてねえんだからな。新しいんだから、これだけかけたんだから、おめえ、着飾ってやっつけてくれよ。俺んところはね、浅草門跡裏、角の八百屋を曲がって三軒目、小障子に丸で八の字が書いたんだ。丸八ってんだ、いいかい？丸八だって銀座の木薬屋行っちゃいけないよ。ねえ、それからあれがあったら、脳を安。そうだ、脳を安。骨を叩いてお伊勢さん。カグラがお好きでトッピーのピーのじゃあってね。え、じゃあ頼んだよってんで。よっこさんぷいっと言っちゃった。よしおの陰に一層の屋根船がもやってありまして、ここにおりましたのが、宝冠太鼓持ち。近頃は少なくなりました。今玉助さんやなんかやってらっしゃるが、太鼓持ちって、これはまた難しいもんで。言ってみればまあ男芸者とでも言いますか。このご機嫌を取らなきゃなんない。うん。ああ、なんでも起点が利かなきゃいけません。お客様が、えん咳払いすれば、へい、どうぞ、タンツボー。お客様の顔色が悪いなって言うと、ちょっと飛んでってお医者さん呼んでくる。医者が脈を取って、ひょいっと首かしげると、葬儀者へピューって行ってる。それはもう、起点が効かなくちゃいけません。この太鼓持ちは、野太鼓というやつで。よん一体おっしゃったよ、抜かしたよ。こういうね、吉野の中で夫人と再会の約束は憎いね。私があそこに出てってね、あた、行き過ぎ、いや、結構なんてなこと言やね。ちょいっとお宝にはなるよ。でもそれじゃ芸人の風情を失うね。うん。ところもちょうど分かってんだ。浅草門跡裏、角の八百屋も曲がって三軒目。腰王子に丸に八の字が書いてあって、丸八だ。丸八ったって銀座の金すり屋などは、言うことがすがれていて憎いね、ちくしょう。今夜出かけましょうって悪いやつに向こうあると思う。なんだね。来ねえじゃねえかよ。先生今来たら一杯やろうと思ってね、湯沸かしてんだけどよ。うん、来ねえんだよ。お宅へまさか行ってんじゃねえだろうね。こっちは入場かけてんだからね。お宅行ってたら女よこしてくれよ、こっちへ。冗談じゃねえよな。何してやんだろうな。もう来てもいい刻限だけどな。え、ぼあれ気がなったね。だけど、ぼなんてやったよ。男みてえだね。あ俺がたくさんこつにね、酒をかけたからね、着飾ってね、タンス長持ちやなんかしょってやってきたんだよ。だから腹に力が入るから、こんばんはって言われて。あ今日からおめえのうちだよ。遠慮なく入ってくれ。へい。じゃあ、ごめん。よ。よー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 。結構なうちですね、オタク。これがうちでございますか。へえ、うちとは名ばかり。ねえ、畳なんざ、畳だけで身がないね。え、障子なざ、ひどいもんだね。紙なんざないじゃありませんか。国破れて三がありなんてがね。ええ、障子破れて三ばかりだね、オタクは。また仏壇がすごい凝ってらっしゃるね。え、アービッカイのお豆苗皿、サザエの壺のお線香立て。オタクの仏壇は江ノ島だね、まるで。天井天井、結構結構。え、ずーっといながらにして月見ができますね。雨が降ると外へ出る。あ、ひどいもんだね、オタクは。貧乏をすれどこの家に風情あり、七の流れに借金の山なんてんで、いいよ。変な奴が来やがったね、おい。なんだてめえ。
てめえどこのコツだ、どこのコツだはおっしゃるね、あんたに。あしゃ身長の太鼓です。何、太鼓？しまった、知るのは馬のコツだ。五代目円楽師匠って、私が子供の頃は星の王子様って言ってましたよね。何だったんだろう。明日は六代目円生師匠で小脳玉です。お楽しみに。